演習は前段後段の2部構成で行います。前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合による作戦により、我が国の島嶼部に侵攻する敵部隊を洋上および内陸部において撃破するというシナリオで、各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。なお、演習間に使用する用語などにつきましてはナレーションにおいて努めて説明いたしますが、会場入り口でお配りした防衛ホームに用語の解説記事を掲載していますのでご活用ください。また現在ご覧のように弾着地域に霧がかかっているため、射種および前進観測班から目標が確認できない場合は、実弾射撃は行わず射撃号令のみ放送することをあらかじめご了承ください。続きまして、本日使用する演習場地域についてご説明いたします。前方スクリーンの説明図も合わせてご覧ください。現在霧のため確認しづらくなっていますが、前方距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、突火火砲などの目標地域です。二段山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、左から順に数字の2から6で表示している台をそれぞれ2の台、6の台などと呼び、戦車砲、機関砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台で、戦車砲、機関砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ600メートルから800メートル、青、赤、黒、黄、白に着色した標識のある台をそれぞれ青の台、赤の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。左手をご覧ください。現在黄色い煙が上がっている台が左の台、右手同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車誘導弾などの発射地域です。道路については、青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。なお、前方スクリーンでは千里眼と呼ばれる高感度高性能カメラにより撮影した弾着の様子などを放映しますので、そちらも併せてご覧ください。以上で全般説明および演習場地域の説明を終わります。続きまして、演習間における注意事項についてご説明いたします。演習間、車両などに赤旗を表示しますが、これは火砲、戦車などが射撃をする合図となります。射撃の際には大変大きな音がいたしますのでご注意ください。またヘリコプターの接近や風向きにより、煙、砂塵、小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。観覧席前の広場は大変危険です。演習間は前方のロープより前には絶対に出ないでください。ただいまから前段演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。
前段演習においては陸上自衛隊の火力を主要装備ごとに遠距離、中距離、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力および戦車火力に分けて紹介した後、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。はじめに陸上自衛隊の遠距離火力である突火火力についてご覧いただきます。右手から突火部隊が侵入してきました。まず指揮官車が先行して侵入し、誘導員が射撃位置に火砲を誘導します。突火部隊とは火砲とロケットおよびミサイルを装備する部隊で、敵の地上部隊に対する主要な火力として主に敵の上陸部隊、集結部隊、砲兵部隊などに対する火力戦闘や地方の空車部隊、電車部隊の戦闘を容認するための火力支援を行います。突火部隊は広い地域に展開し、火力を支援して敵部隊や施設などを一瞬のうちに制圧することができます。陣地侵入の様子をご覧ください。最後に侵入してきた2門の火砲は、各火砲との射撃準備に要する時間の使いを確認していただくため、あえて全て陣地に侵入しました。はじめに現在広場に展開している各火砲についてご説明します。向かって左側の黄色で表示された火砲は155mm 榴弾砲 FH70 で、陸上自衛隊の主力火砲です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 自走榴弾砲で、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲です。これら2種類の火砲は仮に現在地から射撃しますと熱海市付近まで射撃をすることができます。最後に侵入してきた火砲は99式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。仮に現在地から射撃しますと伊豆半島の伊東市付近まで射撃をすることができます。自走15流攻略者4発砲威角5505、射角264、4回連続戦車。それでは99式自走 155mm 榴弾砲による砲弾が地表面で破裂する着圧射撃をご覧いただきます。なお一番右側の火砲は車体を目標に対して真横に向けたままの状態で2門同時に射撃します。目標は神田山中央です。中隊ごとに陣地を占領し射撃します。本日は会場広場の 203mm 自走榴弾砲および 155mm 榴弾砲 FH70 と後方の陣地に展開している中隊主力もしくは大隊主力が射撃し、
三段山に同時に弾着させます。はじめに203ミリ自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。FH70 による射撃をご覧いただきます。特化部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。続いて10門の火砲による大隊の射撃を行います。中隊および大隊の弾着状況の違いをご覧ください。続いて砲弾が空中で破裂する鋭火射撃および着圧射撃により弾道減時を行います。これは12門の火砲により8秒前から砲弾が飛んでいく弾道に沿って射撃し1秒間隔で砲弾を破裂させることにより弾道を確認していただくための射撃です。二段山に向かって飛んでいく砲弾の弾道をご確認ください。続いて広場と後方陣地の合計21門の全火砲が火砲ごとに時間差をつけて射撃し2段山から3段山の上空で同時に破裂させる TOT と呼ばれる同時弾着射撃を行います。こちら FH 対 TOT 援護発送 TOT 20秒前異なる射距離で同時に弾着させるためには高い技術が必要となります。それでは最後に映画射撃により三段山上空に富士山の形を描くという非常に難易度の高い射撃をご覧いただきます。この射撃は21門すべての火砲弾薬の操作に100分の1秒単位の精度が要求されます。こちら FDC対 TOT 富士発送 TOT 20秒前
下部隊は新たな任務を与えられた場合、または自らの射撃により敵のレーダーなどから強制され射撃されることを避けるため陣地変換を行います。なお向かって左側の 155mm 榴弾砲 FH70 は本来ですと車両により牽引して移動しますが、今回は短い距離での陣地変換の例として自力走行による移動をご覧いただきます。陣地変換の様子をご覧ください。対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。右手から2種類の迫撃砲小隊が侵入してきました。はじめに侵入してきた赤で表示された車両で牽引されているトレーラーに積載しているのが 81mm 迫撃砲、次に侵入してきた白で表示された車両が牽引しているのが 120mm 迫撃砲です。迫撃砲部隊は普通科連隊において近接戦闘部隊の戦闘行動に密接に連携した継続的な火力支援を行う部隊であり、砲弾を高い弾道で打ち出すことにより山や建物などの裏側に隠れている敵を制圧することができます。また弾薬の装填および発射が容易なため、一定時間内に特化部隊の火砲よりも多くの砲弾を射撃することができます。迫撃砲小隊の射撃準備の様子をご覧ください。 81mm 迫撃砲射撃命令、遠目標射撃、目標機関銃陣地、攻略者砲小隊、観測者 FO1 増薬弾瞬発弾発命令終わり。 120mm 迫撃砲射撃命令、遠目標射撃、目標機関銃陣地、攻略者砲小隊、観測者 FO281mm 迫撃砲は分隊長が指揮を執り、砲手、副砲手、弾薬手の合計4名で砲の設置から射撃までを行います。また砲を分解することにより人員による運搬が可能で、車両で侵入することのできない場所においても陣地を占領し射撃をすることができます。 120mm 迫撃砲は分隊長が指揮を執り、砲手、副砲手、操縦手、2名の弾薬手の合計6名で砲の設置から射撃までを行います。 81mm 迫撃砲小隊特別修正、榴弾瞬発増薬弾、砲威嚇第1-5443、第2-5454、第3-5465、3発射撃1070、指名15秒、全弾停車、装填まで。120mm 迫撃砲小隊特別修正、榴弾 VT 注文を3番手3人、砲威嚇第1-5409、第2-5417、第3-5442、3発射弾1030、指名15秒、全弾停車、装填まで。それでは射撃をご覧いただきます。 81mm 迫撃砲が着圧射撃を三段山中央左に、 120mm 迫撃砲が栄火射撃を三段山中央付近に行い、同時に弾着させる射撃要領を3回続けて行います。発射です。
爆撃砲部隊は速やかに砲を撤収し陣地変換を行います。2種類の迫撃砲小隊による陣地変換要領の違いをご覧ください。81ミリ迫撃砲は砲を3つの主要部分に分解してトレーラーに積載しています。120ミリ迫撃砲は砲を車両で牽引するための準備をしています。続いて対戦車部隊による対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。対戦車部隊は対戦車火力を発揮して主に敵の戦車を撃破します。ただいま広場に侵入してきたのが誘導弾の発射装置を車両に搭載した対戦車部隊です。はじめに侵入してきた青で表示されているのが87式対戦車誘導弾で、目標にレーザーを照射することによりミサイルを誘導します。次に広場に侵入してきた赤で表示された車両は中距離多目的誘導弾の発射装置です。この発射装置は赤外線画像およびレーザー照射の2種類の方法によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後速やかに陣地を変換し敵の攻撃を避けることができる装置であり、高度な射撃性能を有する世界最高レベルの装置です。最後に侵入してきた白で表示された車両が96式多目的誘導弾システムです。左側の車両が地上誘導装置、右側の車両が発射装置です。この誘導弾はテレビ画像によりミサイルを誘導し、目標手前で一旦上昇した後、戦車上部の装甲の薄い部分に命中させるミサイルです。それでは、87式対戦車誘導弾、中距離多目的誘導弾、および96式多目的誘導弾を射撃します。これらの火器は後方への爆風が大きく、広場での射撃は大変危険ですので、あらかじめ右の台および左の台に設置した発射機で射撃します。はじめに87式対戦車誘導弾の射撃を行います。右の台をご覧ください。黄色い煙が上がった位置から発射します。目標は6の台、白い煙が上がった場所にある赤い標的です。続いて中距離多目的誘導弾の射撃ですが、本日は実弾射撃を行いませんので、射撃の様子を前方スクリーンのビデオ映像でご覧ください。続いて96式多目的誘導弾の射撃ですが、本日は
雲が低く安全上の理由から実弾射撃を行いませんので、射撃の様子を前方スクリーンのビデオ映像でご覧ください。16式多目的誘導弾北山発射戦車続いて近距離火力として主に近接戦闘で使用される装備の射撃などを行います。はじめに対人障害である指向性散弾の爆破をご覧いただきます。前方スクリーンをご覧ください。指向性散弾は直径1センチほどの大きさの多数の弾が扇状に飛び散り、接近する敵歩兵部隊を一瞬のうちに制圧するもので、あらかじめ我が陣地の前に設置し離れた位置から爆発させます。敵歩兵に見立てた赤と白の風船を青の台左側、黄色の台右側の順に破裂させていきますので、その様子をご覧ください。指向性散弾全開。続いて普通科部隊などが装備する各種火器の射撃などを行います。まずヘリコプターによって起動する普通科部隊が、森林などのヘリコプターが着陸できない場所にロープを使って降着し、ヘリコプターによって速やかに離脱する要領をご覧いただきます。
動車です。軽装甲機動車は機動性に優れた小型の装甲車で、市街地などにおける戦闘行動にも有効に使用できます。この軽装甲機動車の車上からマルヒト式携帯戦車誘導弾を射撃します。マルヒト式携帯戦車誘導弾は打ち放し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後直ちにその場から移動することが可能です。また射撃にはおおむね水平に飛翔する低振弾道モードと、目標を上空から追尾するダイブモードの2種類の飛翔モードがあります。本日はおおむね水平に飛翔する低振弾道モードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3度台の黄色い煙が上がった場所にある青い標的です。マルヒト式携帯戦車誘導弾、何もない戦車で低振弾道を決め撃て。ご覧のように射撃後速やかに離脱することにより、敵からの反撃などによる被害を防ぐことができます。次に対人狙撃銃の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で隊員が所持している火器が対人狙撃銃です。対人狙撃銃は狙撃手、観測手の2名が1組となり、遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、狙撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう広場右側の稜線から射撃します。なお前方スクリーンに射撃および標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。右手をご覧ください。84ミリ無反動砲および個人携帯対戦車弾を射撃する小銃小隊が96式装輪装甲車で侵入してきました。小隊は右稜線の前方に射撃陣地を占領し、射撃準備を行います。96式装輪装甲車は機動性、装甲防護力に優れ、車種、操縦手を含む10名が乗車でき、 12.7mm 重機関銃または96式 40mm 自動的弾銃を搭載できます。また96式装輪装甲車は放射能汚染地域や化学剤汚染地域においても行動することが可能なため、原子力災害対処行動において有効に活用することができます。はじめに左側の2両が96式 40mm 自動的弾銃を射撃します。96式 40mm 自動的弾銃は車上および車内からの射撃により
近距離における敵歩兵や軽装甲車両などを瞬間的に制圧撃破することができます。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台にある敵歩兵に見立てた黄色い風船です。次に右側の2両が 12.7mm 重機関銃を射撃します。目標は赤の台です。重機関銃鉄砲赤の台取っていこう注意撃て。撃てぞやめ。九六式装輪装甲車は油圧装置により開閉できる大きな後部ドアにより迅速な下車点灯が可能です。下車した小銃小隊は展開した後小銃および機関銃などの射撃準備を行います。徒歩部隊はあらゆる気象条件移動困難な地形などにおいても柔軟な行動で敵を撃破し地域の占領を行うことができます。それでは下車した小銃小隊の射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前です。次に丸六式小銃的弾を射撃します。ただいま観覧席前で黄色い腕章をつけた隊員が所持している火器が8球式小銃でその先端に装着されているのが丸六式小銃的弾です。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。続いて 84mm 無反動砲および個人携帯対戦車弾の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で青い腕章をつけた隊員が構えている火器が 84mm 無反動砲、赤い腕章をつけた隊員が構えている火器が個人携帯対戦車弾です。 84mm 無反動砲は主に対戦車火器として使用しますが目的に応じて対戦車用、対人用、発煙用、夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯対戦車弾は操作性に優れており主に近距離における対戦車火器として射撃するほかコンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。84mm 無反動砲リューザー A か黒の台3ペース3ペース
発煙弾は発煙によって敵の視界を遮り、味方の行動を隠す場合や敵の射撃を妨害するために使用します。発煙弾の効果をご確認ください。80度目の発煙弾目標を行い、左手から侵入してきたのは8級式装甲戦闘車です。8級式装甲戦闘車は機動性に優れ、装甲により防御力を高めています。この車両は7級式改修で対戦車誘導弾1と 35mm 機関砲を搭載しており、敵の装甲車などを撃破することができます。それでは 35mm 機関砲による射撃をご覧いただきます。目標は3の台です。次にヘリコプター火力として戦闘ヘリコプター AH-64B による 30mm 機関砲の射撃をご覧いただきます。左手をご覧ください。戦闘ヘリコプター AH-64B と 30mm 機関砲の射撃を観測する観測ヘリコプター OH-1 が侵入してきました。左手をご覧ください。左の台から射撃します。目標は5の台右端の白い標的です。
じめに74式戦車の射撃をご覧いただきます。こちら小隊長、命令を遅くする。一班は左両線に進入し、3の台から5の台を警戒。2班は右両線に進入し、4の台から6の台を警戒せよ。こちら2班、了解。右手および左手から74式戦車が進入してきました。74式戦車は当初右両線および左両線において陣地を占領します。それでは射撃をご覧いただきます。はじめに左両線の2両が、続いて右両線の2両が射撃します。目標は4の台と5の台の間にある白い標的です。大きな音がします。ご注意ください。74式戦車は雪圧式喧嘩装置により各種地形に応じて自由に姿勢を変えることが可能です。このため坂道などの斜面においても常に安定した状態で射撃することができます。74式戦車が離脱します。前方スクリーンをご覧ください。はじめに発射された砲弾の運動エネルギーを利用して敵戦車などの装甲を貫く鉄鋼弾を走りながら射撃します。続いて砲弾の爆発によるジェット噴流によって敵戦車などの装甲を突き破る対戦車榴弾を停止した直後に射撃します。その後速やかに砲弾を鉄鋼弾に変更し再び走りながら射撃します。走行間に行う射撃は極めて高い練度が必要です。左手をご覧ください。90式戦車小隊が侵入してきました。目標は6の台左、5の台および5の台左です。大きな音がします。ご注意ください。
10丸式戦車が離脱します。統制の取れた離脱要領をご覧ください。向上しているとともに、ネットワークシステムを搭載し、戦闘に必要な情報を相互に共有し、射撃の統制などを瞬時に行えることが特徴です。本日はその高い性能をご覧いただくため、まず目標を発見した一丸式戦車からネットワークシステムにより情報を共有した後続の一丸式戦車2両が前進しながら情報を入手し、敵の射撃を回避するため左右に旋回しながら射撃するスラローム射撃を行った後、一旦停止し、速やかに交代しながら射撃をする交代更新射撃を行います。続いて右両線に進入した2個車両を含む一丸式戦車小隊の4個車両が各車ごとに入手した情報をネットワークを通じて小隊内の戦車に情報を共有しながら、同時に現出する6個目標に対し射撃する同時多目標射撃を行います。左手をご覧ください。一丸式戦車小隊内の2個車両が左の両線に進入します。これらの戦車が入手した情報をネットワークを通じて後続の戦車に伝送します。性能および機動性能で実現した非常に難易度の高い世界最高レベルの射撃です。スラローム射撃の目標は6の台左、交代更新射撃の目標は4の台左です。大きな音がします。ご注意ください。
現在左の両線に陣地を占領している一丸式戦車2両は、射撃を行った戦車が陣地に侵入するまでの間、前方を警戒しながらネットワークシステムにより敵に関する情報を各社に伝達し、小隊内で情報を共有しています。左右の両線に侵入した一丸式戦車4両が入手した情報を相互に共有しながら射撃する同時多目標射撃を行います。目標は3、5の台にある6個の目標です。一丸式戦車が離脱します。離脱速度の速さをご覧ください。安全上の理由から残念ながら本日の空挺降下は中止とさせていただきます。以上で前段演習を終了します。後段演習は11時20分開始の予定です。